では、赤いスイートピーをやっぱり歌いたいなと思います。千人ありがとうございます。赤いスイートピー聴いてください。
松田聖子さんの曲をやっぱり歌いたいなと思って歌わせていただきました。本当にいつもいろいろと嬉しいお言葉いただいてありがとうございます。ね、いろいろ、難しい言葉がなかなか出てこないんですけども、本当に私の YouTube を見てね、すごくいろいろと感じ取ってくださって、すごく私の性格だったりとか人柄とかを褒めてくださるメッセージをくださったりとか、お嬢様にもね、こんな風に優しく育ってほしいと思ってるみたいなことも言っていただいて、本当にすごい光栄で嬉しかったんですね。なので今日はブロトモの美淑女様たちのためにも、また松田聖子さんの熱心なファンの方たちにも感謝を伝えたくて、赤いスイートピーをやっぱり歌ってみました。どうもありがとうございました。